どうも山ちゃんです。今日はアニマの破片のね、簡単入手方法を解説していこうと思います。で、このアニマの破片の使い道はと言いますと、まあこのスキルツリーがあるんですけど、これの解放用ですね。レベル上げがこのアニマの破片でね、こう使用することによってできるん でスキルの数が、ジョブの数が全部で27種類あるので、これがね、このアニマの破片を使うことによって、こうやってアニマの結晶と破片が使用できるんですよ。で、これを使うことによって簡単にジョブポイントが入手できて、レベル上げが可能になると、このようにね。なので、その効率のいいやり方をね、解説していきます。で、場所はと言いますと、このアースの洞窟、メインミッション土の追憶、ここまでクリアしてすると、このサブミッションあけぼのの記憶、欲に濡れたもの、こちらのねミッションが出るんですよ。そしてこちらのミッションの内容はと言いますと、まあ、宝箱を5個見つけて、そのうち1個どれかにトライデントが入ってまして、入ってたらもうクリアになるとっていうことですね。5分の1の確率で入手ができるので、なので最短30秒でクリアも可能なので、そして報酬がアニマの破片7個入手できますね。で、現在難易度がね、僕はストーリーの方でやってますので、で、こちらのね、じゃあ攻略解説をしていこうと思います。じゃあ始まって早々、僕はトンズラを使ってダッシュですね。で、ここを突き当たりまで直進、突き当たり行ったら右に行きます。で、三つ股のここを左行って馬を抜けます。で、馬を抜けたら右、そして突き当たりまでまた直進ですね。そして左手に曲がるとグリフォンがいます。で、グリフォンの奥に宝箱があるんで、今回はね、あの場所の紹介で一回回りますね。すぐトンズラを使ってダッシュ、そして突き当たりまで行って右、ここ罠があるんで気をつけて。で、ここも罠がありますね。で、ここ左に行くと奥に宝箱があるんで、で、これで2個目、で、反対側の扉に行きます。そして階段を上ってぐるーっと回りますね。で、そうするとボムがいて、で、ボムの奥にこう宝があるん でこいつをね、ちょっと邪魔なん でこれを殴って落とすこともできるん で、まあ、宝を入手した体で、それで入手してすぐ奥に行きます。で、ここ右で、この奥ですね。で、このオーガの奥に宝箱があるんで、で、これを入手ですね。で、これで3つ目。そして戻ります。戻って、この直進ですね。右手にボム。で、このボムを抜けた先に、こう1回、2回、3回目、3回目の左に宝箱があります。で、これで4箇所回ったのかな。そうするとこのセーブポイントがあるんで、まあ、このセーブポイントね、行くまでにもう入手できてると思うんで問題ないですね。宝箱は全部で4箇所あるのかな。で、先ほどのルートをもう一周、次はね、入手をしていこうと思います。クリアになるので、で、抜けて右、最短でね、あの30秒ほどでクリアできるんで。で、ここにも宝がある。あ、まだ出ない。で、なるべく移動しながら壺をね、あの壊してあげると MP が回復できるので、おすすめですね。普通にストーリーでも使えるので。で、ここを右手に行って、で、次は左、ここがね、厄介なんですよね。まだ出ないか。
運が悪いと出にくいんですよ。で、反対側の階段を登って、そしてボムがいますね。倒すでしょ。やるぞ、ついてこい。邪魔だボム。こうやって落とせるんで、で落としたら入手、よしクリア。こういった形でね、周回すると早いんでおすすめです。クリア、クリアの報酬がアニマの破片 ×7 トライデントで、このトライデントを解体するとこのレアリティの強化素材が入手できるので、解体するのも効率いいですね。以上です。こういった形で簡単周回ができるので試してみてはどうでしょうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。よければいいねとチャンネル登録の方お願いします。またオリジンのライブなり動画なりとやっていくので、ぜひぜひお願いします。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。